お疲れ様です。今日の最後こちら15,000枚ストレスブッシュやっていきます。さあこちらね、新カードのストレスブッシュ、まあ新カードというか、まあ少し経ったかはいかもしれないんですけど、今日ねこれを15,000枚入れた超高回転でね出しまくっていこうかなと思います。まあブッシュ自体ねそんなに弱くはないかな。はい、まあめちゃんこ強いかと言われるとまあ難しいんですけど、地味強なカードだと俺は思ってます。はい、なんかまあ先日ねそれこそ世界大会予選みたいなのがあって、なんかほんとそこでもね思ってた以上に使われてたかな。そんなみんな使うんだっていうぐらい、なんかウォールブレーカーを使うぐらいならステレスブッシュ使うかなっていう感じで、逆にウォールブレーカーは全然使われてなかったです。まあ、なんかトリマハシバイ2個数これ出すだけでまあ相手にね2個数以上の何かを基本的には咲かせられるイメージがあります。まあ呪文だったり施設だったり、まあ、ユニットだったり、はい、まあ、金技能されたのだいぶまずいんですけど、でまあこれ壊れる瞬間ぐらいね、あアイスピとか行ってもよかったんですけど、まあハルチいるしいいや。はい、この火力が高いんですよね。今ので何百入ってるのか分かんないけど結構火力お化けなカードだと思うんで、よいしょ、もうほんとね出しまくる、端前から回ってきたら出していけば基本的にアド取れます。いやーいいボーラーや。でも見てこれやばい、左ボーラーが一瞬歩いたから、さあこれだと1100ってか右も1100よ。なんか良すぎる展開ではある。まあ、今回スケラっぽいな。許容しちゃおう。え？スケラっぽいとは。フリーズケアのめっちゃ高めのアイスピとかにしちゃってね。はいはいはい。まあ、こんぐらいのダメージならいいですけど。で、フッキアを、いいんじゃない？バレルで、で、ブッシュもね、もう2コスで出しちゃおうぜ。で、壊れる寸前ぐらいに、まあ、端前からなんか出してもいいし、出さなくてもいいしみたいな。今回バルーンね、ボーラーちょっと邪魔だね。で進化スキャーねギリ届かないようになったんですよね。大砲一丁キアも出してブッシュも出して、突破できないな相手あの無駄なバレルいきますか。なんかマジでなんかもったいないな左に行くの、何なんだろうねこれマジキング狙わなきゃいけなくなっちゃう。さあ、あの意外と削れてる、まあ、みたいな感じで、まあ、今回の相手ちょっと回転が重かったんで、ほんとこういう相手にはブッシュ投げまくればね刺さるんでね、普通に2コス8枚咲いて3コスの墓石とか4コスのねボムタワーとか使わせたりもできるんで、これぐらいの性能で本当に良かったなって思っちゃうっすね。だからもうちょっとなんかね1コスだったりとかその草の透明状態が HP1 じゃないだとかなんか噛み合ってたらね、すごい大事故もあった気がするっすね。よいしょ、私回転だけは1枚なんですぐ攻めて、もう一周の草もいけたりします。いやこれでさ、はい、嫌な雨ね、2コスで3コス使わせてるし、まあ400ぐらい削ってもいます。ね、やばい、そのボンバーがねスピリットワンパンなわけで、俺のこのデッキねウッドがないんで、フェニックスの卵壊せないしボンバーに無双されちゃうっていう、ちょっと難しいな今の。まあ攻めたいなこれ、右も左も1枚タイムでもう2本折っちゃって、まあ最終1本取られてみたいなのが理想というか、まあ
戦いたい流れではあるかな。進化すけね、これむずいよね。やばいやばい、危ねえ危ねえ、プリンス怖すぎる。さあボンバーを咲かせたことにもまあ価値があると。ブラスターにしてもいいか、これプリンセスタワーか、悩むな。まあ花飛ばしてもいいし、バレル飛ばしてもいいし、まあバレルでもいいか。相手ザップ今んとこ出てるっすね、呪文ヤナメザップレイジ的な。進化オブジェとか止まんなそうなんだよ俺言ってたら来たわ。止まるわ、いやマジやばい、その削んなきゃ負けるけど削れなくなってきたな。左から右なんかカウンター来ちゃうんだねこれ。相手視点はだるいよと。大砲をいっぱい置きたい。で高回転進化スケドリームも。おっ、え、でかっ。ブッシュもね。なんかいます。おい、ナイスナイス。ヤザップレイジとかだったよな。熱すぎん。あ、ブラスターにすんの忘れた。まあいいか。ラバクローンやば。ちょ、マジ1倍はね、脳死で攻めまくって。どこがラバやねん。何がラバやねん。怖いよね。まあ、リックはいっぱいあるんでね。いや、いい。いや、これだけで強いよね。今の、だって、ブッシュよ、600ダメ。ニコスで。対処むずいよな。いや、この、生まれる時のアイスピね。凍れば。いや、ちょっとアイスピのタイミング遅かったかなっていうね。いや、めっちゃいい。からの両サイドにスピスピからの進化バレルや。これやば。相手プリンセスタワーだから両方竹取れるんで。いや、いい、噛み合ってる。本物のバレルと偽物が今のやば。いや、進化スケこれ使ってもいいけど使わなかったいいな。えい、でこれに進化 SP を添えて、左に LSP もタイミング悪いか、ちょっとこれなんかいいタイミングできればね。いや、でも入ってるわ、すごくない。でも攻めしか考えてねえから、ほら攻めて攻めて、まあ自陣で進化すけと、まあ耐える。大砲進化してくんねえかな。いや、いい、これやばいよね。今のやばいね。逆サイドに置いとく方がジャイが来た時に戦いやすいよと。でこれ進化スキルは多分回しとかないと俺終わっちゃうんで。で自陣のステルスブッシュなんかもちょっと面白かったりしないかな。怪しいかな、マジやな。あの、その何がやばいって、ボンバーがね強すぎてしまうことではある。ボンバーがね強いって何か言えばいいんですかっていう。いや、でも耐えたわ、マジごめん。逮捕でけー、相手何もなくなってるやん。相手何もねえぞ。いや、でもこうなったら進化バレルちょっと強くね。キング2個いくもんな。ナイス、ラバクローン使ってたらまあ俺は負けてたかもしんないですけど。解明してください。はい、ジャイプリンスね。ブラスターにしてやってみるわ。
まあ小物系がちょっと大変にはなるが、まあそこはなんかこのスピリット無限にいるんでいいでしょうと。よいしょ。さあこれミニペッカとかの棒やら悪意になるっすね。まあファイスピとかがあんま刺さりは悪くなっちゃうか。飛べ。でけえ。レイジ、スパーキー的な、まあ、単品の何ゴブリンバレルは強いよね。ガゴね、いや全然いい。ちょっかいかけて、ちょっかいかけて、あー攻めだけね考えてはいるんですけど、いやここは難しいな。守るしかないか。スパーキーは耐えれない。うん、これ単品でも強いからこの相手にコストを使わせてみたいな。やばい、進化スキルがタイミング、やばい、うっうん、これ耐えたかったわ。良すぎるレイジ来ちゃったわ。ちょっと待ったんだけどな。まあでも、え、ボンバ逆いった。花がおいからな、おいナイス。いやこのダメージマジでかい。で1倍は攻めしか考えないよ。うざそう。レイジしても関係ないもんなこれ。まあキングあんま落とされない程度に考えて、いや900-800よ。でこれ回んのが早すぎる問題はな、熱いよね。いや右穴見使ってくれるのでかさあ。いや守れるかな、守るしかないんだよな。でも俺勝ち目はね守るしかないんで守るんですけど、努力はするんですけど、全然止まんな。一コス。ナイスパーキーに便利すぎるかもね。やめてね。おい、ナイス。いやダメ使いました。位置はずれたが、お願い落ちて一発でいい。おい、おいナイス。でガイもして。こんにちは。わあでか。スパーキーには。4体の1コスが優秀すぎるか。内体ですわ。あとブラスターにしたらもうよかったかもね。え、麦ったんの隠れ家なんだけど。ラッティンの隠れ家で麦ったんの隠れ家なんかないかな。なくはないか。ファイボね、ファイボ、まあ、スピリットで削っちゃおう。プリンセスタワーだし、まあエレキとかだと、やべ、なんかアイスブリンチ下手すぎ、逆にみたいな。ペッカ臭いね。もうペッカ攻めちゃおうよ。さあ工場来る。これ大砲延命するとちょっとボエが楽になりそう。お、強っ。いやこれスピリットもう一個欲しかったな。いやちょっと待っていいな。良妻進化バレル、これマジやっちゃやばいな。いやでも良妻をスピリットで竹取れんのが価値高い。いい、左やばい、これめっちゃやる。いや火力やばいんだよね本当に。これしかもタゲマジャチに行かねえか。やばいね、強すぎん。ブラスターがザップ使った。今のコストないだろうな。王女出してコスト割りますよと。でここで逆まで行っちゃってね。
無視すると火力高けんでね。スケで囲みたい。やばい、スケが下手すぎる。やば、これはね、まあ俺のスケが下手くそだった、仕方ない。いや、ファイスピ便利だね。まあファイボなのがちょっとだるいのと、これマジアチャが来るんでケアをしたいね。来てくんねえか。いや、まあ生きたら何でもいいか、ぶっちゃけ。お前って激ロチャンネル250しかねえ、だるそうこれ。おいおい、気持ちいいね。進化バレル。さあ2本追っていきますよと。いや、ブラスター強すぎるか。まあ、最近ペッカ流行ってるんで、まあ、そのペッカを相手に しててやっぱ思うんですけど、ブラスターを使ってるとね、結構楽ですね。うん。あー、これはまずい匂いがしますね。高回転ドリルドリルドリル。うっともこんにちはって。いや、ファイスト早すぎた。ダイナマイトコブリもやばいです。いや、まあ耐えたけどみたいな。マジで耐えたけどだな。進化スケの事故は起こんないだろうかな。でもウッドもあるんでね、これ生まれてくる瞬間のここのね、いやいい、いや強よ。マジ。バイスピでもよかったけど。いや、これ進化バレル1倍でさ、ちょっとダメージ稼ぎたいよね。ブッシュからのスピリットからのスピリット進化バレルだな。まあ、本命は左だけど一旦右行きます。ってことは本命は右。いや、回んねえのやべえな、スプリットが。いや、右に普通のバレルしときゃよかった。マジで削れない。ちょっとうざい。いっ、結構入る。右も。いやー、つきない。一応進化ドリルとかいうすげえのいきます。なんか全然止まってんの、なんで。熱くね。どうせ打ったでしょこれ。右絶対ユニットで来るんで。やばい、なんか事故ってる。強すぎる。マジあったりするこれ。おっし、うん、おっし、おっし、370。うわ、マジちょっとあったな。悔しいね、これ。最後の削りがな。
一番で行くしかないんだよ。え、ブッシュ使ったぞ。ブッシュじゃん、ウッド。あー、もじゃもじゃ対決あるっすね。近畿した。やめて。うっ、できました。熱。これでも相手はウッドがあって、俺がウッドがないのがね、やばい。しかもゴーストがいる、相手。キングギドでかすぎんな。冷静に。まあプリンがめんどいけど、ここプリン絶対来るんで、来た後のカウンターで事故らしたいな。進化スケまで行きたい。はい、やば、天才がいる。ウッド使ったよね。いやー、まあまあ、え、待って、やばい、もう最近もこんな環境や。最近みんなもじゃもじゃや。マジでこのもじゃもじゃ戦術すげえ強いんだよ。みんなこんなんじゃないデッキ。いや、マジきつい。ゴーストもユーノの受けもね、ウッドガンドが強いな。これね、ウッド分の差で負けそう。終わる。俺にもウッドください。プリンセスを処理できる方法がないです、私に。もう勝てねえな。だから理論上無理な気がしてた。なれんのか。いや、ブラスターなんでね。いや、ほんとこのバレルがめっちゃ、あ、え、ちょ、マジこれ、あ。進化スケ、進化スケ強よ。これブラスターね、危ないですよ。また今のデッキあるんでね。今のデッキ来たらマジまずいよね。これ迫撃です、確定ぐらい。ふふふ、ヤナメとギャングですかね。流行りのスケドラのやつだと思います。まあこれも攻めまくって考えるしかないっすよね。ヤナメ使ってほしいな、これ。入るな、それ入んのやばいよ。いい防衛すぎん。全てが綺麗に噛み合ってるやん。マジかよ、何やばいね。いやー、これね、一枚で削れてないのマジでやばいっすよ。
いや、強よ。こんな頑張ってんのにダメージこれっぽっちしか入ってね。入らないよな。押しすぎる。というわけで、ブッシュスタイマーブッシュリのなんかこれもじゃもじゃ系ね、最近ものすごい流行ってますんで、皆さんもぜひ使ってみてください。ちゃんとここも押します。押してもらっていい？